だと登録だからまだ頑張れない。競馬場特別の一番手第9競走は早め賞です。芝コース外回り 1800m、 混合戦3歳視聴クラスのメンバー8頭によって争われます。ではメンバーご紹介いたしましょう。まず1番ワイドアラジン482kg プラス 10kg です。小沢ナイト 56kg での騎乗です。2番大洗伝476kg プラス 6kg、 中井雄二 56kg。 3番ウミサウリ442kg プラス 16kg です。岩田未来 56kg。 4番サンライズホルス 500kg ちょうどマイナス 4kg、 藤岡浩太 56kg。 5番はブッシュオーク 438kg マイナス 8kg、竹豊 56kg。 6番フェイト 476kg マイナス 4kg、 坂井流星 56kg。 7番のシステムリブート 504kg プラス 2kg です。北村雄一 56kg。 8番アンテロース 436kg 増減ありません。吉田隼人 56kg での騎乗です。以上、京都第9競走あやめ賞出走メンバーでした。ガーデンライブで、さあ前は4コーナーをカーブ、これから直線コースに向かいます。
バランティーノヒル、レイトウェイ2頭並んで今直線コースに向かいました。あとはずらっと横に広がってチカリオン、間から4番のウィンアストロイド追い込んでくる。 200m 通過した。1番の誰も止められない、伸びがないか。あとは大外か懸命に追い込んできた7番帝王スパロ、帝王スパロ抜け出し、内から4番レイトウェイ、1番とか帝王スパロ先頭ゴール、2番手広がってレイトンウェイ、そして13番のオレクラフト、大外から8番ダブルスラッチ、2番手は3頭広がっていますが、7番帝王スパローゴール前抜けて快勝、1分10秒0の勝ち時計。2番手は内4番レイトンウェイ、間13番トレクラフト、大外差を詰めた8番ダブルスラッチ、2番手接戦、上がり4波の46秒7、サッカロン35秒4です。7番、帝王スパロー抜けました。その後2番手は、3頭内外離れていますが、内4番、デイトンウェイ、間13番、コレクラフト、大外、8番、ダブルスナッチ。ダブルスナッThank you.
競馬場の天候は晴れに変更となりました。繰り返してお知らせいたします。東京競馬場の天候についてお知らせ。番5番、6番、620円、3連複、5番、6番、8番、3090円、3連単、5番、6番、8番、9120円でした。